百連章は、公家の日記などの書記録を抜粋、編集した歴史書。鎌倉時代後期の13世紀末頃に成立したと見られる。編著者は不詳。百連章とも書く。署名は、当の詩人志郎、虚偽の百連経に由来すると考えられ、当初は連の字が用いられていたが、江戸時代以後に連の字が用いられるようになった。 17巻よりなるが漢本ではなく、剣一から、牧三までが結出している。安納元年から正元元年12月までは、天皇記のスタイルを採用した漢文の変年体によって記されている。著者は不詳だが、荷重寺流、吉田爪房の筆記をはじめ同流の出身者の日記が多く、引用されていることから、荷重寺流関係者説が有力と考えられている。 いずれにせよ、朝廷との関係が深い人物であることはほぼ間違いなく約3世紀の刑事情を知るには公的な文献資料となっている。時間的には五格差天皇が上位する天元元年12月で完結するが、その五格差は本文中で真因と呼ばれていることから原本が完成したのは次の亀山天皇の在位中だったことがわかる。その後、 修正が加えられて遅くても金沢文庫本が作成される前には完成していたと推定されている。巻三までの内容は不明。巻四の例全院から巻七途中のこの絵院までは、新税の本朝世紀の消失だが、同書自体に三逸が多いため貴重である。その後は同じく巻七途中の二条院の部分までは、現存しない平親藩の日記が用いられていたと考えられ、 以後は、吉田恒ふさとその子孫の修行や、常としらの日記から引用されたと見られている。牧八の高倉院から、牧十五五左外までは球場背景を除いて一段一巻で構成され、最後の二巻を五深くサインに当てている。京都中心の記録で、武家方の東鏡とは後退賞を成している。今日伝わるものとしては、江戸時代の国学者、花輪保木が、 公用山文庫本や学問書古本などを定本として、それに工程を加えて、今日は2年に出版した漢本がある。写本としては、下限2年に、北条貞明が吉田貞夫の本を肯定した金沢文庫本系のものが今に伝えられている。ありがとうございます。